接待するときって一人じゃないじゃないですか。A さんと B さんがいて、 A さんがトップの時に B さんは絶対 A さんを見てるんですよ。 B さんが A さんを気にしてることも気にした方がいい。仲のいい芸人がいて、僕に対してもう 120% の気を使うやつなんですけど、とあるお店がすごい居心地が良くてずっと行ってたんですよ。したらある時、何杯か飲んでる時に頼んでないのに次のハイボール持ってきたんですよね、お店の人が。良かれと思って、その瞬間にそいつの心が折れたの分かったんですよ。そいつは絶対俺のことを気にしたし、支払うの俺だし、そういうことも踏まえてそいつはいるのに、お店の人がハイボールをポンって持ってきた時にえってなったのは分かったんですよね。でもそれは多分接待する時も同じで、相手が何を気遣ってるのかを、そう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 、気づける人は優秀だと思います、やっぱり。なるほど。